ヤンキースの田中将大投手がマーリンズとのオープン戦に投げて、実はマギーと対戦をしたそうです。初球のスライダーをレフトフライに打ち取ったということで、これ田中投手は6回を投げて3安打奪三振10、オープン戦で2勝目をマークしたそうです。万全で開幕入ります ね、 そうですね。これ実はちょっと面白いニュースが入ってまして、はい、マギーと対戦してレッドフライに打ち取った後、相手からのベンチに帰る際に何か声をかけられた。あ、この当たりはどうでしょうか、どうでしょうか、出たか、出ました。ユーキリスの一発が出ました。まさにメジャーリーガーという当たりが出ました。ケビン・ユーキリス、楽天のベンチが待っていた。バリバリのメジャーのそのユーキリスのホームランが出ました。オープン戦でも出なかったホームランがこの開幕の第2戦目に出ました。4対2です。ああ、さすがね、ユキリスというところで、いい打球打ちますよね、はい。まあ、あとは菊池投手の球威がね、先ほど言ったんですけど、少々心配ですよね、はい。ストレートで行ききれないような球威になっているように感じますよね。うん、